痛みもあったり腫れと、あと一番すごかったのがあの内出血だったんですけど、はい、9月6日ダウンタイム7日目です。昨日からそんなに特に変わりはないかな。こんな感じで腫れはやっぱりだんだん少なくなってきてます。内出血も昨日よりちょっと下がってきてる。比較的やっぱり左側の方がだんだん消えてきている気がします。右側がちょっとまだ強いです。気になるのはあの圧迫の巻いてるものを外していても、こめかみからここら辺までのこの辺りの感覚がないことですかね。あと硬く感じます。明日がいよいよパスの日なのでよろしくお願いします。点としてはまずは綺麗かなとは思いますけどね。はい、丸下も綺麗ですね。透明の反対も、こんなとても状態いいと思います。はい、初期ですね。はい、塗り薬でヒルドイド、はい、そういう内出血効きますので、はいはい、じゃあ抜歯していきます。はい、はい、9月13日ダウンタイム14日目です。変わらず腫れはだんだん引いてきて、内出血も薄くなって下に降りてきています。やはり右側の方がまだ残っています。やはり気になるのはこの部分の硬さ。明日ここちょっと取り替えてみようかなと思います。1ヶ月後です。先生お願いします。お願いします。だいぶつきましたね。はい、内出血が結構引いて強かったんでね、あれでしたけど、少しまだこの辺の腫れが残って、うん、そうですね、むくみという感じありますけど、実はもう眉下も落ち着いてきましたね。まだねちょっと赤みありますけど、うん、まあこれは引いていきます、はい、このボコンっていうのボコンはありますね。痛くないですか？あ、痛くない。ちょっと固まって硬い感じですかね。これも様子見で、あ、まだ引いていくかと思います。はい、ヒアルロン酸を落ち着いた頃に入れる話になっていたんですが、はい、まだ早い。ちょっと引いてからでもいいかもしれないですね。はいはい、治療前のお写真です。印象どうでしょうか？若返りました。特に先生この口元のここの部分の丸かったところと、はいはい、うん、やっぱりフェイスラインですね、正面から見た時に結構シャープになってますね。ありましたね。はい、顎の形がここがこう直線だったのが、うん、くっとこう尖った印象があります、うんうん、はい、完成までは先生あとどれぐらいですか？あと2ヶ月ぐらい。あと2ヶ月ぐらい、やっぱりまあ3ヶ月ぐらいということですね。はい、ご本人は今お困りごと何かありますか？引きつり感というか突っ張り感がある。引き取るとまだあると思います。はい、目がパッチリはっきりしました。そうですね、はい、うん、重い感じがなくなりますね。はい、普段はこの目の下の赤さ、ファンデーションとか塗られてる？仕事を休みを長く取ってるので、はい、家の中で過ごす分には何もしてなくて、はい、外に出かけるときは今日見たかなサングラスかけて、そうなんですね。普段も何もしてないです、はい、美容室行っていいですかというご質問がありました。カラーリングをされたいそうです。大丈夫です。やっぱり私たち世代はどうしてもカラーリングしないとね、だん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 増えてきちゃいますからね。1ヶ月ね、やってます。私も麻酔やってるんですけど、はい、こっちももう大丈夫です。こっちも大丈夫じゃないですかね。傷はそんなに近くないんで。はい、どうでしょうか、1ヶ月間過ごしてみて、大変だったこと、良かったこと、現在の満足度コメントいただければ。最初の1週間ぐらいは痛みもあったり腫れと、あと一番すごかったのがあの内出血だったんですけど、はい、それが引いてしまった後はあっという間でしたね、うん、はい、
食事とかに関しても最初はちょっと食べづらかったんですけど、痩せたりもしたんです。あ、そうだったんですね。なるほど。いやいや、でもそれはそれで嬉しいことだったんですけど、今すっかり体力も戻って、はいはい、元気になります、はい。お仕事は今お休みされてるんですか？もう明日くらいから、はい。その時は眉下どうします？僕はコンシーラーを軽く叩く感じ、うんうん、赤いところだけちょっと多めにしてっていう風にしないと、はい、全部を濃く塗るとですね、より赤いところがより濃くなっちゃって、ファンデーションコンシーラーすごい塗ってる感が出ちゃうので、うん、もう指先でコンシーラー取ってトン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 と叩く感じがいいと思います。はい、顎の形がねすごいやっぱ綺麗、うん、シュッとしてこういう感じでシュッとしましたね。ご本人どうでしょう、満足？はい、もうおばあちゃんのようなたるみがすごい気になってたのが解消されて、本当ここの角度、はい、はい、満足してます、ね、はい、あとは落ち着いた頃に、まあ、目の下のシワの部分にヒアルロン酸を入れて仕上げましょうということですね、うん、はい、眉下切開の傷って本当に3ヶ月で6ヶ月ってするともうだいぶ目立たなくなっていきますから、うん、今硬くて膨らんでるような箇所も結構、はい、フラットになってる。僕もね最初やっぱりちょっとデコボコしてると気になったりしたんですけど、はい、引いていきますので、うんうん、もっとひどいのかなと思ってたんですけど、はい、テープ外した後はやっぱり右と左で左右差みたいなのがあるんですけど、あ、傷の治り方ですね、はいはい、もコンシーラーとかやれば多分気にならない、はい、二重のラインを作ってないのに今やっぱり綺麗にラインが出てるんですよね。そうですね、はい、もともと綺麗な二重だったんですよね。あ、だからそれがカーテンがだんだん下がってきてかぶさってちょっと重いとか眠たい感じに見えてたと思うので、はい、う、良い状態だと思います。はい、はい、1ヶ月間頑張りました、ね、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました、はい、じゃあこの後お写真撮影です。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。普段絶対に聞けないドクターの本音をリアルに聞いていきます。チャンネル登録と通知音をよろしくお願いします。